はい、ありがとうございます。じゃあタマプラガチ1試合目お願いします。タマプラガチ1試合目、黄色ボールからスタート。本日はブルーコートで行われているコースアンドモニターのナイスカット、黄色ボール、左サイドから浮き球で自らのシュー、最終ラインからでも思い切ってどんどんとシュート打っていきましょう。ワンタッチで繋げていく、ビビなし、体を入れてキープしていく、落としたところに黄色チーム、惜しい、ビブナッシュボール、左サイド、奪ってキルチ、右サイド駆け上がる、ナイスキーパー、左サイドないボ、フリーになっているところ、右サイド駆け上がり左足での強烈なシュート、ビブナッシュ先生、黄色チームからのリスタートお願いします。左足のサイドラインから自ら決めてきた、逆サイドないボール、ビームナッシュボールのキーパーから、キーパーのスローで一気に前線、ビームナッシュボールが繋いでいくか、もう一度キルチ、縦に入る、カード入れて中央、次出たらキーパー交代お願いします。最終ラインでボールを持って引きつけてパスを出していくキルチ、右サイドから、ここで両チームキーパー交代お願いします。両チームキーパー交代お願いします。黄色ボールからリスタートお願いします。黄色ボールコーナーキック落として、パスコース探す、右サイド展開、ビブナッシュチームよくボールの動きを、黄色ボールです、はい、リスタート、中央、体を入れて後ろフォロー入っている、縦のボールヒールで落として惜しい、ビブナッシュボール、右サイド細かくして中央を経由していく、右サイド黄色チーム奪って前線内防、ここはキーパー落ち着いて右サイドの展開、左サイド縦には1枚、自らのシュー、先ほどと同じような左足でのシュート、黄色チーム最初内で落ち着いて前線で1枚が動き直してパスをもらいに行く、ビブナッシュ奪って左サイド駆け上がる、フリーになっているところ中が落としここはうまく合わず思わず笑いが出てしまうが、左サイドからの鋭いカットイン、右足のシュートでシュー、キーパーも右手で触っていった、ワンソンのやつドラップした瞬間でやってね、シュー、ビームナッシュボール、ここで両チームキーパー交代お願いします。両チームキーパー交代お願いします。ありがとうございます。黄色ボールからいきましょう。ビームナッシュパスコースを潰していく、キルチームゆっくりとボール回してどこから仕掛けてくるか、仕掛けていきスペースを作っていく、ビブナッシュ奪ってナイスシュー、ナイスキーパービブナッシュチームをしっかりとミサイル詰めていた、黄色チームから中央からリスタートでお願いします。
浮きのあるボール。左サイドナイストラップ。ここはしっかり体入れて、キーパーも最後までよく集中していた。はい、展開。いつ落として、ナイス。ゴール前で相手を引きつけて、最後マイナスの落としてのラストパス。黄色ボールからリスタート。ラストワンプレーです。ラストワンプレーです。はい、ボール。終了です。お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあそれではターンプラガチ2試合目お願いします。ターンプラガチ2試合目、ビブナッシュボールからスタート。こちら両チーム人数揃っておりますので、2分ごとにキーパー交代アナウンスしていきます。今日から左足への強烈なシュート、ナイスシュート。もう一度折り返して、ここはキーパー反応していく。ビブナッシュチームが立ち上がりから仕掛けていくが、もうここは黄色チーム攻撃、フェイントをかけて惜しい。左右にフェイントをかけてディフェンスをずらしていく。左サイド黄色チーム戻りが早い。ここは落ち着いて無理出さずに最終ラインでパスを回していく。ビブナッシュマイナス落としか、ここはナイスフォロー。左サイドワンタッチで展開していく、ナイボ中央への折り返しか、ここはナイスシュー。中央への折り返しと見せかけてニアを狙ってきたビブナッシュ。黄色チームここは落ち着いて前線の動きを見てパスを出していくが、ここでビブナッシュボールからですね、ビブナッシュボールからいきましょう。左サイドから仕掛けていく、右サイドフリーになっているところ自らボールを前に進めていく。次出たらキーパー交代お願いします。シュートフェイント自ら打っていった、ナイスシュー。ここで両チームキーパー交代お願いします。両チームキーパー交代お願いします。黄色ボールからリスタートお願いします。黄色チーム細かくボールをつないでこう狙っているビブナッシュ。こいつは黄色チーム高い位置でプレッシャーをかけてパスコースを潰していくビブナッシュ、ナイボワンタッチでいいです。黄色ボールか、入りスタートの反応してくるビブナッシュ。黄色チームも動いてパスコースを作っていく。右サイド引きつけてないボール、フリーなっていうところ少し浮いてしまったが惜しい。縦の一方のボール、ナイスカット、ビブナッシュボールです。ビブナッシュ逆サイドのナイボール惜しい。黄色ボール右サイドビブナッシュチームすぐに戻る、動いてスペースを作りフリーになっていく。黄色チーム体を入れて右サイドナイボール、ここはビブナッシュボールです。ヒールドス左サイド展開、もう一度中でもらい直して突破してきた。黄色チーム右サイド展開して
ここはシュート。もう一度黄色チーム、惜しい。大丈夫ですか。ここでごめんなさい、キーパー交代お願いします。両チームキーパー交代お願いします。ビブナッシュボールからいきましょう。ビブナッシュチーム最終ラインに回して、前線2枚が動いてパスをもらいに行く。ポジション入れ替わってワンタッチで見せる。内部右サイドの上がりを見てワンタッチでボールを出してきたビブナッシュ。ナイスカット。黄色チームの攻撃の勢いがあるところ、足を出して勢い潰してきたビブナッシュ。ナイスカット。惜しい。熱中。ビブナッシュボールから馬返ってきた。もう一度ビブナッシュボール、ショートコーナー、中へ入ってくるか。シュート出ず。ナイスキーパー。強烈なシュートをキーパーの正面。これ黄色ボールですかね。ラストワンプレーでいきました。ラストワンプレーです。ラストワンプレー、得点を取って終わってほしい。うまくターンして中央、ナイスカット。左サイド1枚入っているビブナッシュ。縦1枚中を消してきた。足を出して終了です。お疲れ様でした。今から行きたいと思います。じゃあガチ3試合目お願いします。タマプラガチ3試合目、黄色ボールからスタート。自ら仕掛けていく。体を入れて、体を入れてボールを守っていく。もう一度黄色ボール、ゆっくりとボールを進めていく。内部動き出してタイミングをずらしてパスコースを作っていく。最終ラインから縦へのボール、ここ惜しい。最終ラインから縦へのボール、ここはうまく内ボール、ナイスラン、惜しい。黄色ボールです。黄色ボール最終ラインから右サイド前線1枚張っている黄色チーム、右サイドフリーになっている内ボール。前線で張りながらボールをもらうために落ちてきてボールをもらう。ビブナッシュボールです。中央を経由して黄色チームラインで守っていく。ナイス。ファーから入ってきたところしっかりと見て逆サイドのラストパス、黄色ボールからお願いします。まずはビブナッシュ先生、右サイドを攻めていき最後は左サイドへのラストパス。なんかカットしてここは無理に打たず、ここで両チームキーパー交代お願いします。両チームキーパー交代お願いします。黄色ボールからお願いします。黄色チーム左サイド攻めていく、右サイド1枚、ここはビブナッシュを狙っている。片側のサイドで細かくパスをつないで逆サイドにダイボ、ここは味方を走らせるパス、間をついてスペースを狙っていく黄色チーム。ビブナッシュがドリブルを仕掛けて
パスコース作っていく。さて、ハイボール。体入れて、トラップするが、黄色チームうまくついていく。細かいパスで、ワンタッチで、左サイドへのボール。惜しい。左サイドの上がりをよく見ていたビブナッシ。これで黄色チーム。前線で1枚張って、縦へのハイボール押し、ナイボナイスフォロー。ここは角も黄色チーム、間抜いてくる。ここはカウンターで黄色チーム、キーパー痛いんだし、ここは自ら決めて黄色ボール。ここで両チームキーパー交代お願いします。両チームキーパー交代お願いします。ビブナッシュボールからリスタートお願いします。自らディッタのシュート、シュートコースが空いたと思ったらどんどん出ていきましょう。細かいパスを回して、いやアクセルふわっとしたボールナイス。ここはコーナーキックは見事なシュート。黄色ボールかお願いします。カード使って右サイドナイス展開、ナイスシュー。今度はお返しとばかり黄色チームを右足への強烈なシュート、チーム黄色ボールです。右サイド駆け上がるところ、キーパー縦入れてくる、うまい。ここは折り返しを見せかけて自ら行った、キルチビームラッシュボールでリスタートお願いします。ラストワンプレーです、ラストワンプレーです。ラストワンプレー最後決めて終わってほしい。お、キルチーム奪って最終ライン戻して落ち着かせる、右サイド、うまい、浮かして2人をかわしていく、中央右サイドヒール、ナイスシュー。終了です、お疲れ様でした。じゃあタワープラガチ4試合目お願いします。最後の試合は5分で進めていきたいと思います。最後の試合は5分で進めていきたいと思います。ナイスシュー。ヒーローチーム2対1カウンター落として、やばい、俺ここは味方チームになってしまったか。最後の試合、最後まで怪我の内容お願いします。ビビナッシュは積極的にキーパーが前に出てくる、左サイド内部フリーになっているか、ナイスナイスキーパー。ここはシュートコースを読んで対応してきた黄色チームのキーパー、惜しい。左サイドフリーになっているところ速いボールを出してきた黄色チーム、中央ナイスター左サイド1枚、ここには出さず動き直してもう一度パスコースを作っていく、自ら仕掛けて縦へのボール、黄色チームワンタッチで繋いでもう一度ビブラッシュ、右サイドから中央1枚、ボールもらったところを狙っているキープ、左サイドのシュー。フリーになっているところからビブラッシュチーム左足でシュート、
あ、ごめんなさい、よく間違われちゃうんですけど黄色チームで行きましょうか。黄色から最終ラインでボール回してワンタッチで縦キーパー走ってナイスキーパー前までしっかりと対応してくるビームラッシュキーパー落としたところ狙っているビームラッシュここシュートつなげられるか広地フリーになって逆サイドナイボーナイボここはカウンターから短いパスでつないでいったビームラッシュここで両チームキーパー交代お願いします。両チームキーパー交代お願いします。ありがとうございます。黄色ボールからリスタートお願いします。ビームラッシュ先生カウンターから一気にダイレクトパスでつないでいったビームラッシュ黄色ボール右サイド逆サイドのボールを内部ここは味方チームの走りをナイストップターンして3対1左サイド曲がっているここはナイスここは3対1のところよくカットしていったヒルチナイボナイボ縦のボールナイスここも短いパス速いパスでカウンターを仕掛けていったビームラッシュ黄色ボールでリスタートお願いします。黄色チームキー左サイド駆け上がる相手を引きつけて相手を引きつけ味方のマークを減らしていくかわしていく中央ナイスブロックヒーロチここから少し大きなところ体を入れてビューナッシュさあ今日の2点はビューナッシュの速攻から生まれたゴールここで両チームキーパー交代お願いします。両チームキーパー交代お願いします。ビームラッシュボールからヒダイシルシュートここに詰めているビームラッシュここはキーパーナイスキーパー右サイドでパスナイスシュートビームラッシュボールラストワンプレイ行きましょう。ラストワンプレイです。ラストワンプレイです。ラストワンプレイ。ここはヒールで落とした。中への折り返しところ。黄色チーム奪って。左サイド上がっているが。こうついて。最終ライン戻す。ラストワンプレイ。左サイドナイボ。惜しい。ナイスカット。